好きとか嫌いとか。ステレオドラマもっとときめきメモリアル第7話花火大会第4回最後の夏の夜。コシキさんを探して花火大会の会場にやってきた俺たちだけど、探してるうちに不気味な工場に入ることになってしまった。肝試しじゃあるまいし、なぜこんなことになっちゃったんだろう。すった。このドアも錆びついてんな。きっと使われてない工場なのよ。コシキさん、静かね。シュリー、ごめんなさい、急に抱きついちゃって。いや別にそのままでもいいのに。そうか、コシキさんのことに夢中で気づかなかったけど、今しおりと二人っきりなんだ。ナオト君、あっち行ってみようか。こんな暗闇となれば当然展開としては。ナオト君、しおり怖い。何言っちゃってるんだ。おいでしおり。ナオト君。え、はい。今日はツッコミが早いな。え、いやいや、こっちの話。おい、まだ。もうだらしないな。あれよ。あ、ずいぶん錆びれた工場だな。うん、ずーっと前から潰れたままなんだ。おお、あの屋根が思い出の場所ってやつだな。うん、行ってみよう。しかし、ナオトたちどこ行っちまったんだ。うん、わかんないけど、早くしないと花火大会終わっちゃうからさ。とにかく行こうよ。あ、何？コシキゆかりがいない？何としても探し出せ。そうだ、僕のところに連れてくるのだ。おい側近へ、君も探しに出るんだ。いや、しかしそれでは霊様が。コシキゆかりがこのままになる方が危険なのだ。さあ早くしたまえ。ほん。なんか迷路みたい。古い資材がそのままになってるんだ。ナオト君、そっちの方。うん。うわあ、こっちはもっと暗いや。何も見えないよ。うん、あの、だから手つないでいい？え、あ、うん。ナオト君の手あったかい。そうかい。しおりの手も柔らかくてあったかいよ。え、うん、ありがとう。いいぞ、いい感じだ。しおり、ごめん、左手は離してくれないか。前の方が探れなくて。え、私右手しか握ってないわ。え、でも左手、まさか。高見さんですよね。あ、こいつなんで俺の名前を。待って、その声はもしかしてコシキさん。はい。うわ、大丈夫か。この屋根もうボロボロだぜ。平気平気、ほら大丈夫でしょ。おお、確かに眺めは最高だな。でしょ。でもゆかりいないみたいだね。おい、そこ。え、誘拐されただって？そのようです。私がこっそり家を抜け出して花火大会に向かっておりましたら、新しく伊集院さんの SP になったという人が現れまして、連れて行ってくれるとおっしゃいますので。それで車に乗っちゃうとは、公式さんらしいや。犯人は何
か身代金を取りに行くとかおっしゃってましたけど。じゃあ今はいないわけだな。ナオト君、早く逃げましょう。なんだ。ナオト君、早く。わかった、コシキさんも。でも一言、犯人さんにもお別れのご挨拶を差し上げないと。あのね、ナオト君、コシキさん、いいから走って、ほら。はい、誰か追っかけてくるわ。どなたでしょう。いいから早く走るんだ。しおり、痛い。ナオト君、コシキさんを連れて早く逃げて。しおり、こうなったらちょっと怖いけど、犯人め、覚悟って。くそ、見えないからっていい気になんなよ。うりゃーって。逃げてないで、そっちからかかってこい。俺が相手だ。その代わりに後の二人には手を出すなよ。ナオト君、いい根性だな。じゃあお望み通り殺してやるぜ。やけに力のないパンチだな。その声は吉尾。なーにが俺が相手だ。うるせえ、そんなことしてる場合じゃないんだぞ。まったく、超探したんだからね。あら、その声は使用人の山田さん。違うよ。となると、さて誰でしょう。朝比奈よ、朝比奈。朝比奈さん、はてそんな使用人は存じてませんが。もういい。びっくりした。ナオト君、早く。吉尾たちも説明は後でするから、ここは急ごう。殺さないで。あんたは伊集院の側近 A。 驚きました。驚いた。犯人を受け渡し場所で捕まえた。それで古式ゆかりはいない。だからそれでは意味がないと言っているのだ。もういい。犯人は警察にでも突き出しとけ。古式ゆかりは工場なのだな。わかった、僕が自ら行く。僕がこんなことをするなど甚だ不本意だが、やむを得ん。犯人も捕まったみたいだし、古式さんも無事だったし、まあボディーガードの役目も果たせたかな。うわあ、殺さないでってか。やかましい。やっぱりここから見る花火は綺麗ですね。何が綺麗よ、親友の声忘れちゃうなんてさ。申し訳ございません。でも良い思い出になりました。私が朝比奈さんと過ごしたとても楽しい3年間の最後にふさわしい。え、ゆかり。あ、次400玉だぜ。よし、それじゃあ俺様が特別に写真を撮ってやろう。よしお、そのカメラ最近ちょーつと凝っててな。パンチラ投稿か。違うわ。ほら撮るぞ。ナオト君、早く早く。はい、こっち向いて。ナオト君。え、守ってくれてありがとう。かっこよかったよ。しおり。はい、チーズ。ま、いろいろあったけど、こうして俺たちは楽しく花火を見ることができた。しおりと手はつなげたし、抱きつかれたし、二人で花火も見れたから、まあよかったと思う。少なくとも彼よりは。なんという工場だ。こんなところに古式ゆかりが。しかしちょっと暗いな。僕を襲っても無駄だぞ。レイ様。お
前は側近へ驚きました。貴様やはりクビだ。脚本花田十喜。今日のお題は、埼玉県の遠山まさるくんかな、からいただきました。10年後の自分に一言。出演藤崎しおり。藤崎しおり、言い直して違う、ごめんね何が始まったの藤崎しおり、金月。あらあら、まあ、いや見えてるマミ早乙女優志を上田やってる友人何をよくわかんない。小式ゆかり、黒崎。あと10年頑張ってね、あやこ10年だからね、ね。朝日奈優子ってポーズか。元気どうこ。伊集院レイ、角田。お前ももう年じゃって。なるみ。側近A、石川。10年前の自分をどう思う、ひろあき。高見直人、小野坂。いやー、君も大人になったね、やっと10年前までは子供みたいな格好してたくせにね。でも今はもう好きな人できたのかな君のことだからまさや。以上でお送りしました。ずっと笑ってんな